Z280 PLCC パッケージ Z280 は、Zylog が1987年に投入した16ビットマイクロプロセッサであり、Z80 アーキテクチャの拡張版である。NAMOS 版、Z800 の Z8216 バージョンを若干改良した CMOS 版に基づいているが、ブート時のコンフィギュレーションにより、 外部バスを8ビット幅の Z80 バスに設定することもできる。なお、Z800 も Z280 も商業的には完全な失敗だった。メモリ管理ユニットを内蔵し、アドレス空間を16メガバイトに拡張し、マルチタスクとマルチプロセッサ機能を備え、コプロセッサ構成が可能で、 256バイトのキャッシュメモリを備え、命令やアドレッシングモードも豊富であった。内部のクロック信号は、外部クロック信号を2倍、または4倍していた。Z80 の拡張としては、その後に登場した日立製作所の HD64180、や、ザイログの EG80 などの方が、商業的には成功している。 この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。